それでは線形代数1の第6回の授業を始めたいと思います。まず前回の第5回のまとめです。前回は行列のブロック分割と正則行列について説明をしました。それから連立一次方程式と行列ということで行列の基本変形と逆行列の計算について説明をしました。で今回は連立一次方程式を中心に説明していきたいと思います。拡大係数行列からですね、連立一次方程式を解く解法、それから正次連立一次方程式とその基本解、で最後に数ベクトル空間の規定の個数の一致性について紹介していきたいと思います。それではまず連立一次方程式なんですけれども、教科書ですと、第 2.3 節ですね、44ページからですので、必要な人は見てください。まずは連立一次方程式としてこのような方程式をこれから考えていきます。教科書では 2.1 式とありますけれども、変数がですね、x1 から xn の n 変数ありまして、で方程式の個数が合計で m 個ですね、m 個の連立方程式を考えます。でこの方程式っていうのは、そのこのような形で行列 A とそれからベクトル XB っていうのを使いますと、これ AXB っていう一つの形でまとめることができます。これ教科書ですと45ページの 2.2 式にありますし、あるいはこの係数をですね、列ごとにこの AJ っていうベクトルでまとめますと、この X1A1 プラス点点点の XNN イコール B という形で表すこともできます。で今後連立一次方程式はですね、先ほど 2.1 式の形が与えられているんですが、実際にはこの 2.2 式や 2.3 式、多分この 2.2 式の形で表されることが一番多いと思いますので、今後注意しておいてください。それから今後ですね、連立一次方程式を行列で扱うに際して、次の行列の定義を行います。それは係数行列と呼ばれるものと、もう一つ拡大係数行列と呼ばれるものです。でこの定義は教科書です45ページにあります。で先ほどの行列 A のことを連立一次方程式の係数行列と呼びます。この係数行列というのは先ほどの連立一次方程式のこの A11 から AMN という係数をこうそのままの順番で行列の形にバーッと並べたものですね。これが係数行列です。そして次に多分この次が一番大使うんですけど、この拡大係数行列ですね。で何が拡大かっていうと、この連立一次方程式の右辺のこの B でベクトルありますね、この B っていうやつをこの係数行列 A の右側にくっつけた行列です。だからここをくっつけただけですね。これを拡大係数行列と呼ぶことにします。と教科書では連立一次方程式に対応する行列っていうふうにあるんですけれども、ちょっとですね、こういった数学的なんかこういうものを扱う対象にこう動詞が入っていると、なんかそのものの名前なのか、あるいはものの名前に対する操作なのかっていうのはちょっと説明の中で分かりにくくなるかなと個人的には思うので、で一応他の教科書では拡大係数行列っていう名前も使っておりますので、ここでは拡大係数行列と呼ぶことにします。一応この授業では拡大係数行列を呼ぶことにしますので注意しておいてください。はい、でまずですね、じゃあ連立一次方程式の解法の前にですね、一つ命題を紹介しておきますけれども、これどういう命題かっていうと、この連立一次方程式この AX プラス B っていうのがあったときに、この両辺に M 字の正則行列 B を左からかけた方程式と考えます。ですから行列の部分は、左辺の行列の部分は BA、 それから右辺のベクトル部分は B かける B ですね、のこの解っていうのは実は元の連立方程式の解ですよっていう命題です。これ証明はしませんけれども、大事なこととしては、その連立一次方程式っていうのは正則な行列を左からかけても解は変わらないっていうことですね。この性質が連立一次方程式のこれからの解法に使われますので、まずこのことをチェックしておいてください。さて、これから知りたいこととその解決策なんですけれども、まずこれから知りたいことっていうのは次のことなんですね。一つ目は先ほどの連立一次方程式の
解の個数は何個かってことです。これは3通りあって、ないか有限個か無限個の3通りの答えを知りたいということで、もう一つは、じゃあ、連立一次方程式を解く一般的な方法はないのっていうことですね。これから多分皆さんいろんなところで連立一次方程式解く機会があると思いますので、これを何とかしたいということで、それに対して解決策を先に申しますと、解決策はですね、その今定義したこの拡大係数行列に行変形を施して簡約階段行列にすると。いいですかね。一応なんか、ここでキーワードがいろいろ出てきますね。拡大係数行列、行変形、簡約階段行列。さあ、その3つの概念出てきますけど、皆さんちゃんと覚えてるでしょうか。一応、こういう言葉が出てきたときに、それぞれの概念をちゃんと覚えているかどうかチェックしてください。覚えてなければ、後で復習してください。で、これによってですね、その解の個数が分かって、解も得られるということで、我々の欲しい情報が得られるということになるわけです。で、なんで、そういう手順で解けばよいかっていうことの一応その理由をちょっとまとめてみたんですけれども、まず先ほど紹介した命題でですね、その与えられた連立方程式の両辺に正則行列をかけても解は変わらないっていうんですね。でそれがどう使えるかっていうと、実は前回やりました行列に行変形を行って簡約階段行列を求めるっていうのは行基本変形の繰り返しだったんですけれども、行基本変形の繰り返しだったんですけども、行基本変形っていうのは、正則行列をかけることの繰り返しなんですね。よって、だから、結局、その拡大係数行列に基本行列をバーッとかけていって、それを簡約階段行列に変えても、その解は元の与えられた一次連立一次方程式の解と変わらないんですね。なので、しかも、簡約階段行列だと、行列の形がすっきりしていてですね、その解の個数も分かるし、あと解もすぐに求まるという特徴があります。一応こういう理由でですね、そのこれから我々はここにありましたように、拡大係数行列に行変形を施して簡約階段行列にすることで連立一次方程式を解きましょうということになるわけです。